ここは逗子マリーナですね。逗子市の小坪にある逗子マリーナ、こうやって、ヤシがいっぱい立ってるところは、日本でも少ないんじゃないかな。これがブルースカイの、今日はくっきりと晴れ渡ってますね。その空に向かって一直線にまっすぐと立っています。光がさんさんと照り輝いています。そしてここは、日本でも有数の高級リゾートマンションですね。この白亜と白壁と、それから、赤い屋根、この地中海風の建物が非常によくマッチしていますね。今日は雲一つないので、こういう風景の日はあまりありませんね。この新緑も非常に美しいね。逆光に照らされたこの新緑も非常に美しい、素晴らしい景観ですね。素晴らしい景観です。ちょっと一緒に散歩してみましょう。ここは今、リベラ京急電鉄ですね。京急電鉄が来市して、リベラ逗子マンションと、逗子マリーナという名前なんですね。ここは鎌倉こと鎌倉の、逗子に隣接した場所にあります。そして海岸沿いになります。それでマリーナですから、たくさんの、クルーザーヨットが停留されています。日本一のリゾートマンションですね。グリーンが非常に美しいな。この風景だけでね、ビッチだけでなるね。ヤシだね。太陽がさんさんと、そう、私もどっかで照り返ってますね。ここにまた新しい、これエアシをね、植えちゃってるね。新しいエアシをこの間隔の間に植えてます。この先が本館があり、境目がありますね。この風景も非常にハワイ風というか地中海風で素晴らしい。おー、いいな。